北海道臼郡の一臼郡は、北海道イブリ総合振興局の郡。人口2409人、面積205.01桂平方メートル、人口密度11.8人桂平方メートル、一家の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、上記一町に、伊達市及び、阿武田郡東野古町の一部を加えた区域にあたる。 平安時代の天朝三年比叡山の僧、縁人が解散したと伝わる伊達の薄善光寺は、江戸時代には、江戸三漢字の一つとされた。江戸時代の薄軍域は、東江戸地に属し、正木藩によって、薄場所が開かれていた。陸上交通は、都東国の函館から、道東や千島国方面に至る陸路が、東西に通じていた。完成年間には、 大臼山の神社の前身の微在点エビスグが存在していた。江戸時代後期、国防のため、完成十一年臼群域は天領とされたが、文政四年には一旦、まさ藩領に服したものの、安政二年再び天領となり、南部藩が警護を行った。臼群域にもまたがる臼さんは、古くから火山活動が盛んで、寒文三年、明和六年、 文政5年、海江6年と江戸時代だけでも頻繁に噴火しており、付近の集落が全焼したり、海江6年の噴火では、東屋湖方面に火砕流が流化している。その他、万景温泉が古くから知られている。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、薄軍が置かれた。北海道1二9町村聖市工事の薄群の、 マチソン、ありがとうございます。